高市早苗は安倍元首相の正当な後継者であると言われる。講演会や著書も大人気の保守派の大本命。しかしながら現職議員からの支持はイマイチのようだ。この政治家は悪党となって自民党をまとめることができるか。長田町取材歴35年、多くの首相の番記者も務めた産経新聞上席論説委員。 人による悪人をキーワードにした政治評論まさかの岸田首相退陣により揺れる自民党総裁選有力候補者たちを独自の目線できる安倍の死を最も悲しんだ政治家日本初の女性最小候補と言われ月刊花田など保守言論会から絶大な支持を得ながらあと一歩二歩及ばないのが高市早苗である 3年前の自民党総裁選では安倍晋三の全面バックアップを受け大検討したが伸び悩んでいる以下は2年前に彼女について書いた論評である親族以外に世界中で安倍の死を最も悲しんだ一人が彼女であるのは間違いない暗殺されたのがこともあろうに彼女の選挙区がある奈良県であり銃撃直後に参院奈良選挙区は 自民党優勢で2回も応援が必要ないのに、高市が無理を言って、元首相に来てもらったからこんなことになったというデマ、中傷まで流れた。それでなくとも、岸田らと総裁の座を争った自民党総裁選で前線できたのは、安倍の存在あってのこと。元首相自ら受話器を取って票集めに、本総、あわや決戦投票進出か、というところまで追い込んだ。総裁選後に、 自民党三役である政調会長を射止めたのも元首相の後ろ盾が最後の決め手となった。高市は平成24、2012年の自民党総裁選で政和会を離脱した。総裁選に立候補した当時の派閥会長、町村信孝ではなく再起を図る安倍を全身全霊で応援するための脱藩だったが、派閥の仲間からはスタンドプレーと見られ、 未だに無派閥だ次回の総裁選にも立候補するには20人の推薦人を確実にするため新たに高市グループを結成するか清和会に出戻るしかないのだが後者は最大の理解者だった元首相なき今ほとんど不可能に近いただでさえ派内には萩生田光一西村康稔松野裕和らとポスト岸田を狙う幹部が目白押しなのに 高市の座る席があろうはずはない新グループ結成も至難の号である一時は総理の座をうかがう勢いだった石破派が空中分解したのもライバルの安倍から徹底的に人事でメンバーが干されたり一本釣りされたこともさることながら政治資金集めに難重した点も見逃せない理念と政策だけでは人は集まらない 金とポストの切れ目が縁の切れ目なのは昔も今も永田町の真理なのである。ただ彼女にはまだ月が残っている。幸いだったのは岸田が内閣改造党役員人事で講師を無役にすることによって起こるであろうハレーション、つまり保守層の離反を恐れ経済安全保障担当省というポストを当てがったことだ。見栄えが良くて 官僚の部下も少ない経済安全保障担当に彼女を据えれば虎斧に花継ぐは避けられる岸田にとって実害のない渡りに船の講師だったのである足りないのはコミュニケーション力さて2年経って彼女はどう成長したか経済安全担当省として堅実に仕事をこなし日本の経済安全保障国家国民を守る黄金律 アスカ新社という本まで書いた。各地で開かれる、講演会は選客万番来今や小泉新次郎と勝るとも劣らない、自民党を切っての人気弁士となった。選挙ともなれば、令和3、2021、年の衆院選でも翌年の参院選でも呼ばれれば、自らの選挙区にはほとんど戻らず、全国を飛び回っている。ところが、 いざ総裁選となると何もかも投げ打って高市のもとに長谷参じる議員が少ないのである彼女自身前回総裁選以降国会議員の仲間を増やす努力をあまりしてこなかったのは事実本人もジャーナリストの桜井よし子に正直に語っているこの3年間私が続けてきたのは 前回私を応援した方だろうが、別の候補者を応援した方だろうが分け隔てなく、応援を引き受けてきた。自民党が強くなるのだったらと思って働いてきました。もうそれだけです。その他の努力は、あまりしていません。言論テレビ令和6年8月2日。そう、応援演説の依頼を断らず、快く引き受ける以外は、目立った多数派工作をしてこなかったのである。 これでは勝負にならない。大多数の派閥が解消された今、多数発行策といっても、昔ほど難しいものではなくなってきている。あるベテラン議員はこう語る。彼女の欠点は、自分から積極的にどっちつかずの議員どころか、高市審判の議員たちも飲み会に誘わないことだ。呼ばれたら、参加するわよ、という感じではどうしても親しみが湧かない。要は、 コミュニケーション能力不足だ自民党のリーダーは、ある種の土属性が暗黙のうちに求められてきた。言い換えれば、山賊の闘領のようなエネルギッシュで、過剰なまでのコミュニケーション能力のある、土の匂いがする悪党政治家が、個性豊かな議員たちを束ねてきた。田中角栄を筆頭に、金丸新渡辺道を亀井静からが典型で、 現役では二階俊弘といった政治家たちだそんな彼らに比べると彼女には圧倒的に悪党力が足りない以下はネット上の意見をまとめたものです世間一般にパワハラモラハラになる時代に何を言ってるんだか働き方改革や育児休暇それらも推奨しないでいいのかな高市氏は 他の職員が残業にならないように時間通り仕事を終え持ち帰りができる仕事は持ち帰ってするとおっしゃってます国や職場環境のことを考えての法準手が間違っているとでも飲み会より国を思い仕事に打ち込む姿勢は本当に素晴らしいコミュニケーションね酒盛りに付き合うこと贅沢な食事を共にすることがコミュニケーションなのか また参加したとしても話す内容が政治関係の真面目な話に終始してつまらないとも言われているらしいコミュニケーションの方法をゼロから見直すべきだと思う少なくとも政治資金からは会食代や飲み代を絶対に支払えないようにするべきだろうこの記事を読んで高市氏に対する好感度が増しました高市氏を支持する人たちは勉強家で 自分の信念を貫き、群れることなく派閥に忖度せず真っ当な政治をしようとする姿に惹かれてるのだと思います総裁選戦い抜き女性初の総理になることを願ってますこれだけ世の中がリモートが当たり前になっているのに解雇規制とか転職市場とかドライな実力主義を掲げるなら政治の世界もそのようになるべきでは 夜の付き合いという30年前のサラリーマンの球体、依然の世界が政治の世界にはまだあるのが現状であり、政治の世界にリスキリングを持ってきた方が良いと思います。日本国民にとって正しい政策を遂行する上で、利権やいらない人付き合いによる歪みが国民生活にには逆行した税の使い方になりますからね。井上雅人 政治コラムニスト、産経新聞上席論説委員、元産経新聞論説委員長、元東京本社執行役員編集局長。氏はどういう意図でこういう陳腐な記事を書いて国民から共感を得られると思っているのだろうか。国民の視点では反高市派の工作員に成り下がった感が否めない。このような記事で高市氏の支持を崩せると思ったら、大間違いである。 すでに世論は高市氏の支持の流れが強まっている。よほど自民党にとって高市氏の存在が脅威であるとも言える。飲んだり食ったりしないと政治ができない、そういう昭和の慣習は止めよう。純粋に政治家としての成果を評価すべきだと思う。例えば夫婦別姓問題について高市氏が過去に取り組んできたことは評価できると思う。高市氏は総務大臣時代に、 総務省関係の手続きについて、婚姻前のせいで対応できるように変えている。この取り組みの結果、1142件もの手続きで通称使用ができるようになった。急性使用ができないと不便だと主張する人がいるが、具体的な場面を説明してほしい。すでに多くの場面で急性使用ができる。高市氏は、平成14年と令和2年に、 法務部会に対して性の通称使用に法的根拠を与える婚姻前の死の通称使用に関する法律案を提出している討議決定には至っていないが夫婦別姓問題に真剣に取り組んでいる姿勢は評価できるのではないか自分の派閥を強化することに就寝せず対処交渉で活動してきたということでだからこそじわじわ支持を集め一時は 圧倒的大本命ととまでで言われてていいいた新次郎氏と見栄争いをせるくらいになっているのでしょう安倍さん亡き後と高市さんはこれで終わったとの記事が本当に山ほど出ました左がかったメディアからはとにかく目の敵にされていましたから野党からもむちゃくちゃ長せつけられましたでもそこから確かな実績と評価を築き上げ安倍さんの全面支持がなくても 自力で首相にあと一歩のところできたのは紛れもなく高市さんご自身の実力です石破小泉の2強と言われていた総裁選ですが今最も風が吹いているのはこの方でしょうぜひ首相にまずは金利を上げて円安を是正しインフレを抑えることが必要ですただ高市氏にそれができるか甚だ疑問 高市氏の政策では人手不足と原材料費仕入れ品の高騰で潰れるところがますます増えていくかつてのような貿易輸出立国だった頃ならまだわからないでもないが今の日本は国際収支の発展段階でいう成熟した先進国の段階資源のみならず食料まで輸入に頼る巨額貿易赤字国である マイナス金利の円安推進は自殺行為に等しい。今後は金融政策ではなく財政政策に軸足を移していくべき時である。2021年総裁選時、有本香里さんから高市さんは群れないですよねと聞かれ、サッチヤーさんもそうだったんですよと肯定していたほど彼女を尊敬し政治家は政治思想政策が共通している仲間が自然集合的に集まっていくものだと 固くなに考えていたそれが叶わないのであれば総理になれなくても致し方ないと考えていると思うだから国民にとって不利益な発言はたとえ総理でも首を覚悟で平気で逆らう飲みに行くくらいなら新しい政策のための勉強時間に充てるから国民のためのきめ細かい政策数は他候補を圧倒している デフレを完全脱却していないのにこの物価高を中ロ北の脅威による国際情勢の緊迫化この国難に救世主として時代が要求するのはまさに全てにオールラウンダーとして問題意識の高い高市さんしかいない清廉潔白を頑固に貫き通すこの姿に不安になりでもこんな理想的な政治家に総理になってほしくて支持者は余計に熱狂しているのだと思う